はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第175回をやっていきます。今回は戦略の構成要素ということで、まあ、戦略と呼べるものある、例えば考えとかある方法論があった時に、それが戦略と呼べるかどうかっていうのはどういう要素が入っている必要があるかというものをやっていきたいと思います。で、今回はその前ということで、まず全体像ですね、今何をやってるのかっていうのを確認していきたいと思うんですけど、今は戦略の策定ということで、実際戦略を作っていきましょうというのを詳しくやってるんですね。で、大前提として理念というのがあります。そもそも私たちの会社っていうのは何のために存在しているのか、存在意義ですよね。そしてその存在している限り、どういう夢を追求していきたいのかっていう長年の夢というのがあります。これが理念です。で、その理念の前に中期的なビジョンということですよね。こっちは長期的なものですけど、こっちは中期的なものということで、この理念のために、では何年何月何日までにここまで到達しておきたいという中期的な目標というのがあります。で、ここの部分が理想ということになります。そして、では理想と対極的に、理想というのがあるのであれば、その反対には現実というのがあるわけですから、現実っていうのはまあ理想が実現してない状態ですよね。なので現実ということで、外部分析、内部分析ですよね。じゃあ自分たちの外では何が今起きてるんだろうということですよね。まあ、外のものっていうのは自分たちが支配管理することはできない、直接ね、変えることはできないんですけど、確実に自分たちの経営に影響を与える要素ですよね。例えば全世界の、ね、政治とか経済とか社会、生活様式、もしくは技術ですよね。そして日本国内の政治、経済、社会、生活様式、技術、まあ、こういったものですよね。あとは自分たちの外にあるという意味では、市場、顧客とか、もしくは競合他社の状態、こういったものが外部分析ということになるわけです。で、それに対して内部分析ですよね。例えば自分たちっていうのは、今人物お金時間情報っていう、こう経営資源を一体何に使っているのかっていうのを視覚化する、ちゃんと目に見える形にするということですよね。あとは自分たちは、ね、何で付加価値を作っているのか、何に対してその価値を加えることでこう利益を出しているのかっていう、その付加価値をはっきりさせるとかですね、逆に付加価値を生んでない活動をはっきりさせるとか、だからそういったことですよね。自分たちの強みっていうものをはっきりさせる、こういったものが内部分析というものになります。で、外部分析、内部分析っていう2つを通じて現実というのを把握していきましょうと。そしたら理想と現実っていうのがはっきり分かれば、じゃあそれを埋めていくための方法論っていうのが戦略ですよね。今やってるのはどこかっていうと、今ここをやってるわけです。複数の戦略案と。ね、理想が分かりました、現実も分かりました、じゃあ、ね、自分たちはどういうふうに今からそのギャップ差を埋めていけばいいのかっていうのをこう考えていく、作っていくというので、複数の戦略案っていうのを作っていくわけですよね。で、複数作ったら、その中で一つ、じゃあこれとこれとこれはやらないで、これをやっていきましょうということで、戦略っていうのが決まるわけです。そしたら戦略を実行して検証するですね。実際に理想と現実の差を埋めていく行動というのをやっていくわけです。で、実際戦略というのを実施してみて、ビジョンが達成できた、できなかった、できたならば何が成功要因で達成できたのか、達成できなかったとしたら何が、ね、達成できなかった要因で、今後どういう改善をしていけば、ね、達成が望めるのかというのをはっきりさせるということですよね。そしたらまたここに戻ってきて、現実の分析からしていくということですよね。なぜなら、まあ、外も内も、ね、状況が変わる、時間が経てば状況は必ず変わりますから、また分析をして、で、戦略の案を作って、戦略を選んで実行して検証して、また分析して案を作って、一つ選んで実行して検証って、で、これずっと繰り返し繰り返しやりながら、理想と現実の差っていうのを着実に、埋めていく、その活動のことを経営というふうに言ってるわけですよね。はい。で、今回は戦略の構成要素と、ね、あるアイデア、ね、ただポンとしたアイデアとか単なる方法っていうのが、それが戦略と呼べるためには、ね、どういった要素が入ってる必要があるのか、ね、それは単なる思いつき、それは単なるアイデア、それは単なる方法っていうのじゃなくて、これが戦略ですと。
で、これはうちの会社が取っていく戦略ですというふうに呼べるためにはどういった要素が入っている必要があるのかということを今回はやっていくということになります。ある方法論が戦略と呼べるためには以下の3つの要素が入っている必要があるということでしたね。この3つを入れてあって初めて戦略というふうに呼べるということです。で、それが入ってないということであればそれは単なる思いつきかもしれないし単なるアイデアかもしれないし単なる方法かもしれないノウハウかもしれないわけですよね。で、それが戦略と呼べるためにはこの3つが入っている必要があるということです。1つは事業領域、2つ目は中核的な力、そして最後は資源配分というものになります。で、この3つが入って初めて戦略が戦略というふうに呼べるわけですね。事業領域っていうのはどの事業をやらないからどの事業をやるのかということですよね。例えばうちは飲食もやりたいけど、ね、学習塾もやりたくて、ね、アパレルもやりたくてっていうのは全く戦略じゃないわけですよね。自分たちはね、どの領域で、ね、ビジネスをやりたいのか事業をやりたいのかね。ってことは、ね、飲食もやりませんと、ね、学習塾教育関連もやりませんと、ね、うちはアパレルをやりますとかね、ね、うちはアパレルもやりません、うちは不動産で行きますとかね、そういったのが戦略には絶対必要だと。何をやらないんですかと、ね、これが決まってないと、もうただひたすらね、その売上規模だけを目指して最終的にはね、もう企業合併買収ですよね。もうただひたすらもう売上規模を大きくするためにもうあの企業も買ってこの企業も買ってこの企業も買ってみたいなことになるわけですよね。で、結局失敗するということになるわけです。だからどの事業をやらない、ね、もうあれはやらないこれもやらないこれもやらないこれをやるというのを決めるということですよね。はい、そして中核的な力ということで自社独自の強みですよね。他の持ってる強みっていうのであるとやっぱりね競争には勝てないわけですよね。お客さんの目から見て、ね、両方とも同じものっていうことであれば最後価格勝負になるわけです、ね、相手の企業は持ってないけれどもうちは持ってるっていうその強みは何なのかということですよね、まあ、私たちがいろんなことができるとしてもこれ私たちはこれもできるこれもできるこれもできると、でも他社もこれもできる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 だったら結局競争で勝てないわけですよね。だけどうちはこれもできるこれもできるでこれはめちゃくちゃ強いですと、でこれもできるこれもできるとね、で相手の他社は例えばこれが強いですということであれば、ね、中核的な力っていうのはこれですよね。これもできるんだけどこれはうちが一番強いですと、ね、他の競合他社に比べると圧倒的に強いですということであればこれは中核的な力ということになるわけですね。あとは資源配分ということで、ね、経営資源、人物、お金、時間、情報っていうのを、ね、今度の戦略に対してどれぐらい配分していくのかということですよね。だからやっぱり有限だからですね、有限だから 戦略っていうのは必要なんですよね。もし無限だったら戦略っていうのは必要ないんですよね。人物、お金、時間、情報が無限ですと、ね、私たちはもう従業員を無限に抱えてますとかね、機械、設備、土地を無限に使えますとかね、お金無限に使えますとかね、時間はいくらかかっても構いませんとかね、永続的にもう何千年ってかけてやっていってもいいですとかね、もしくはその、ね、情報ということで私たちは全世界に存在する全ての情報を正確に、ね、情報で把握してますとかっていうんだったら戦略なんていらないわけですよ、ね、戦略なんていらない、ね、無限なんだから、ね、もう全部やればいいわけですよね。なんですけど実際はそんなこともちろんないわけです。人物、お金、時間、情報全部有限ですよね。自分たちが使える、ね、人的資源有限、ね、物理的資源有限、お金も有限、時間は1日24時間。そして情報も全世界に存在している情報のほん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 の一部しか把握することができないわけですから、その限られた中でやっていかないといけない。その限られた中で実際に理想を実現していこうとしているから戦略ということで、じゃあ何に絞るんですかっていうのが必要になってくるわけですよね。でこの事業領域、中核的な力、資源配分っていうこの3つが入っていて初めてその考えっていうのは戦略だというふうに呼べるということですよね。はい、すなわち戦略っていうのはどこで戦うんですか、ね、どこで戦うかっていうのを決めるってことは言い方を変えるとどこでは戦わないのかっていうのを決めるっていうのと同じです。どこで戦わない、どこで戦うかっていうのを決めて
そこで他者よりも優位に立てる能力ですよねを発揮し、そしてその優位を拡大できるように経営資源の配分をすることということになりますね。私たちはここで戦ってこの力を使って競争に勝つと、そのためにこれだけの経営資源をそこに集中させるというのを決めるっていうのが戦略ということになるわけですね。でこの3つの要素っていうのが入ってて、そのアイデア、その考えというのは戦略というふうに呼べるんだということになります。で今回はその全体像っていうね、構成要素の全体像っていうのをやったんですけど、次回からはこの事業領域、中核的な力、そして資源配分というのをもっと詳しくですね、さらに深く学んでいきたいというふうに思います。はい、今回の動画がですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。